はい、皆さんこんにちは、ワンダルフルフィッシュです。では今回は信長の野望大使光秀プレイ続きをやっていきましょう。まあ四方八方敵だらけという状況は変わらないんですが、まあ鈴木、長宗我部、毛利、あとですね筒井家、この辺りには親善を行っていて、まあ、少しずつ味方を増やせる環境が整いつつあるというところなんですが、まあ、依然厳しい状況なので、状況を、ね、注視しながらということになると思います。で、まあ、施設の防衛というのが、ね、絶対必要になってくるので、そのための、ね、施策としては、まあ、いくつかですね、防御施設として防塁あたりを築いていく必要があるのかなというふうに思いますので、ここを、ね、しっかりやっていきたいというふうに思います。では早速時間を進めていきましょう。防塁をひたすら築いて、まずはね陣地をしっかり守るというところから、まあ、外交を使って味方を増やしたら一気に攻勢へと出ていくというのがね状況としては一番いいのかなと思います。ろくなやついないな。ちょっとここは一発他の意見も聞いてみよう。ろくなやつがいないな。まあまんべんなく上げていく一つは、あと軍事系をやっぱり強化していきたいので、軍事系中心に得られるものが多いものを採用していきましょうか。これにて表情を終える。で内藤から肥料数の増加ですね。まあこれ結構大きいのと、もう一人、鉄砲証券の成長上昇しようか。うん、使えるものはどんどん使っていきたいので、まずはそうだな、足軽、歩兵速度、これは欲しい。なぜならもうすぐにでも歩兵したい。農兵も同じですけど、農兵をやるにはちょっと足りないね。うん、全然足りないので、考えの支援か、豊作考察、いやここは走者親善1だな。まあ今ね親善でとにかく味方を増やすというのを行っているので、この効果が上がるものは欲しいです。で、士官するもの、まあ、ちょっと武勇的にあるいは統率的に優れている人材が欲しいんですが、まあ、今は来るもの拒まずということで、全員採用していきましょう。とにかくまずはね、同盟してくれる国々を増やすというところになると思います。浮田家、新職が目標としていたところまで達成したか。毛利も達成したね。このまま増やしていきましょう。通商もやっていきます。報告いたします。そしたら早速なんですが、同盟をね、結べるところまで来たものに関してはやっていきましょうというところですが、秀吉が兵を集めているだと、うん、やるな、防兵しよう。黒以上、足軽を雇う金がないからな、こればっかりはね。まあ、八神城、まあ、とにかくあれですよね、秀吉への備えというのが最優先にはなってくるんで。承知いたしました。秀吉にはしっかり対応していきましょう。まずは同盟締結24ヶ月。承知いたしました。浮田にも同盟12ヶ月。まあ今は12ヶ月だろうだか何ヶ月だろうかとにかく欲しいので、ガシガシ入れていきましょう。次のターンで長宗我部、あとうまくすれば鈴木とも同盟が結べそうですね。で、同盟結んだ後はさらにそれを進化させていくという意味で腰入れまで入れていきます。なので親善さらに入れていこう。
新章上限まで上げるぞ展開。承知いたしました。さらに浮田、もうこの辺りは本当に最重要なんで。かしこまりました。新章上限、かしこまりました。長宗我部、鈴木、この辺りとは、かしこまりました。徹底的に上げていきましょう。よし、同盟、もう竜喜多との同盟がなりましたね。これ同盟ちょっとね、本当大使久しぶりなんですけど、同盟結んだ状態から婚姻っていけたっけ。いけるんだったら、早々に同盟結びたい。献上品ありがたく受け取ろうぞ。報告いたします。先月の収支です。金もなければ兵力もないからな。まずやらなきゃいけないこととしては、これね、浮田とは婚姻を結びたいぐらいだけど、婚姻は結べないか。できれば婚姻結びたかったけどね。婚姻、一門武将や姫がいないと言われたらどうにもならないからだ。困りましたね。そうなると、まあやれることをやっていくしかないので、やっていきますか。いや、独占する。でその上で金がないんですが、火巻き等々やっていく。まず御所近辺では種巻き、長浜土作り、大垣、この辺りも最前線になるんで、大垣城に関しては歩兵した方がいいな。最前線、でももういっぱいか。あと長浜城、長浜もね、まあ、対柴田勝家という意味では最前線になるんで、清水山、長浜、この辺りはしっかりと承知いたしました。兵を入れておきます。安土に全然人がいないって、これはこれで問題あるよな。承知いたしました。で南の最前線になる浅宮城ですが、ここ御所が近いので、まあ御所があれば、まあ持ちこたえられるかなというところですね。あと金だな。金をなんとか増やしていく必要があるんで、どうにかしないといけないな。進出かましたいけど金がないんでしょうがない。我慢しましょう。兵糧は売りたくないので、鈴木、長宗壁、この辺りとしっかり同盟が結べれば、いよいよ戦争ができる準備が整いますね。これより表情を、さあ表情だ。才蔵、さすがだな才蔵は。あとはろくなこと言ってこないな。商業が高いものがいいよね、どうせだったら。畠山、この3人から受けてどれくらい上がるかだな。さすが利光よ。獲得視察力増加賞、こういうのが入ってくると助かるんだけど、ちょっと遠そうだな獲得までは。江の兵の徴用を入れます。でさらに鉄砲増産1位。鉄砲もねすごく使えるんで、この大使では、まあ、敵だと鉄砲をそのまま打ち込んでくるんで邪魔くさいんですけど、兵糧売却してでもちょっと今回はやることをやっていきましょう。交渉としてはどう？同盟締結12ヶ月か。どうせだったら24ヶ月がいいので、もうちょっと待ちますか。で長宗我部は、もうちょっとだね。ここももう少し待ちます。じゃあやれることをやっておきたいんですが、その前に
進出しちゃおう。いや金が本当にないわ。びっくりするぐらい金ないよね。でそしたら今度こそなんですが、ボールイだね。ボールイ、どこに何を立てていくかだけど、継続発展させるぐらいだったらボールイ気づいておきたいな。かしこまりました。もう決戦する可能性があるところはひたすらボールイを固めておきたいんだけど、まあ、無駄になったらそれはそれで痛いんで。かしこまった。まあ、こんなところかな。国境、国境沿いはこれで固めていく。で高槻、さらには有岡、この辺り取れると、まあ秀吉の領地を分断できるっていう大きなメリットが出てくるのかなと思うんですけどね。そうだね、あとは外交か。やっぱり金を惜しまず蘇豪家、これただ同盟が、秀吉と同盟があるところにどこまで食い込んでいけるかだよね。ちょっと厳しい気がするよな。まあ細川家を取り込むのは絶対だな。で蘇豪家も取り込めたら一番嬉しいけど、ちょっと厳しめだな。基礎なんかはこっちになびいてもおかしくないよね、状況を考えると。天下を二分する。天下二分の刑。毛利、浮田、長宗我、これらが結集さえしてくれれば勝機は十分にあると思うので、まあ、そのあたりかな。報告いたします。先月の収支です。どこと雌雄を決するかというのもすごく重要なファクターになるとは思うんですけど、まずは交渉していこう。上層壁同盟24ヶ月、鈴木同盟、まあ、12ヶ月でもいい、一旦ね。筒井とも同盟12ヶ月、森とはまだ同盟できる状況ではないね。そうすると大和に進出をしておいて、かつそろそろ新設できるものは新設していこう。どうする？傭兵交渉連兵、あるいは梶村立てておくと、まあ、有利にはなるからね。結局かしこまりました。鉄砲がいっぱい入ってくればそれはありがたいので、かしこまりました。ひたすら鉄砲を作れるところで作り込んでいこう。この辺りはもう本当に兵力と金だからね。あとどこで決戦するかという要素になるんですが、まあ、近いところで戦っていきたいんで、どこを攻撃攻略の目標に据えるか、まあ普通に考えたら織田かな。岐阜の織田家、この若さを取れば、まあ、ちょっと楽になるかなっていうのと、あとできればね毛利、
この辺りに参戦してもらいたいんで、そう考えるとやっぱどうだろう、なし崩し的に柴田秀吉これらの連中と戦えるところがいいよね。機内だとね、彼らが参戦できない可能性があるんで、まずは排除しておきたいのが柴田秀吉、まあ、勝家と秀吉この辺りの、戦力と相まみえることは避けたいので、そうならないところで戦いましょうか。報告いたします。そうなるとまあ、若さを攻めると多分単独での戦いになってしまうので、そうならない場所で言うと、まあ一つはガモン、ここ攻めるのありだよね。ちょっとガモンを検討しよう本格的に。ガモンを取れればなんか変わる気がする。ボール岩一旦継続発展しちゃおう。かしこまった。金がかかってしょうがないね。でだ、一旦宣戦布告をした場合の状況を見極めだな。まず日野、伊賀、上野、強力なんだよな敵もね。じゃあちょっと外交交渉で見ておく。ガモンはこうやってみると蘇合家、さらに柴田秀吉これらの国々と一応あるんだな。で仮にガモンと改善した場合、鈴木筒井この辺りは味方してくれると思うんですが、間違いなく織田に関しては蒲生につくと思うので、まあ、ちょっとあまり得策ではないよね。かつできれば東へ戦線を広げていきたい、いや違う、西へ戦線を広げていきたいので、どうだろうな。やっぱり細川家は味方につけたいので、もう 1,2 ターン我慢しよう。細川家を味方につけたらちょっと池田攻略に切り替えますか。お、上杉と回戦したな。どうする、どっちに助力するかという話？どちらにもつきたくないよこれ。ただ柴田が上杉と回戦したというのはかなりでかいな。つまり柴田の方はしばらく見なくて済むわけでしょ。報告いたします。先月の終始です。で表情で皆の考えを聞こう。受け取るものを受け取る。これにて表情を終える。いや柴田と上杉が改善したのマジででかいな。一気に状況が好転してきたね。そうなるとまずは交渉、細川通称同盟が結べない。クソ、うちとの同盟を拒否してやがる、なんてやつだ。ただこれ柴田攻める絶好の機会到来だな。上杉と柴田が戦ってくれてればマジででかい。まずは
若さだね。宣戦布告して若さを取ろう。岐阜の織田家、これでどれだけ味方してくれるかだな。家康は当然織田につく。秀吉も同じ。他12勢力が、岐阜織田家、長宗我部、鈴木、筒井、よし、まだ戦えるな。早速兵を進めよう。あんまり兵を出してもしょうがないんで、まず三井出のところはだいぶ兵を少なくしましょう。2000。なぜかというと、この後ね、二条城付近をガラ空きにするわけにはいかないという思いですね。同じ考えで、利光、八神城、これも数減らしましょう。磯野、長浜、この辺りはね、いいかな、このままで。じゃあ、これで兵を出します。それでも1万を超える軍勢で若さを強襲できる上に、勝家は兵を出せない。何？浮田が手切れか。微妙なタイミングで手切れしてくれるな。細川はもう潰さなきゃいけないか。木曽、森、この辺りも一旦全ての交渉事が頓挫すると思った方がいいね。手切れになったので、氏里が狙ってきているだと、それは避けたいな。であとは暴類だな。間に合うのかというのはあるんですが。かしこまりました。かしこまりました。はっ。あと交渉ごとできるところなくなっちゃったからな。ただ細川家攻略する名目が立ったといえば立ったんで、そのあたりですかね。で、あとそうだそうだ、金に余裕がある今のうちにやっとかなきゃいけないのが、歩兵しよう。安土、でさらにだ。新設できるものは新設していく。金は欲しいから、金を得ておく。どうしようかな。もうほぼほぼ埋まっちゃってるからな。商人町、いやー、準権所、準権所微妙だな。こんなことするぐらいだったらというのもあるけど、自陣に必ず合戦時作れるというのはでかいけども、だ、安土でしょう。安土に攻め寄せてくるとなると、当然戦闘になる場所というのは限られてくるからね。かつ急いで兵を集めなきゃいけないので、やっぱ歩兵だな。御所、いやー、金がない。金が欲しいよ。囲め。
あとはどれくらいのね、損害でこの若さがダッシュできるかですね。ご命令ください。若さをしっかりダッシュしておく必要があるんで。若ささえ取れればまた違う戦略も見えてくるというところだよね。あとはまあ御所かな。絶対に守らなきゃいけない城というのがいくつかあるんで、そこを中心にやっぱり守りをね固めていきたいので、援軍いやこれは攻められてからでもいいな。焦る必要はないので、これで一旦時間を進める。金が6500あるとなると二条御所ここで防衛しておくというのも手だよな。防衛しよう、金があるときに防衛。金銭収入がマイナスになったとしてもここは防衛だ。で、あとはちょっとすっかり忘れてましたけど志だね。火中ハット72の騎兵いいね。これらを使ってまずは後聖魔を取る。さあ合戦だ。ここは自分で指揮を取ろう。まあ陣がある以上は確実に勝てる見込みがあるということですね。まあ、おとり挑発がいいならおとり挑発でいいよ。まあ、陣を守りつつの戦いですね。本当に久しぶりだなこの合戦も。鉄砲隊は光秀、六角、秀光、上田、まあそのあたりだな。畠山で陣を守らせると。まあ陣に攻めてきた敵を打ち払うという戦いが定石かな。お覚悟願います。この策で勝てるはずだぜ。で各乱部隊用の部隊、利光は本陣まで下げます。始めるぞ。月曜叩きのめせ。月曜厳しいのがこの森にあるあれかな、陣かな。ここだけちょっと鉄砲が使いづらいというのがありますね。行きますわ。まあ、しっかり陣を守れば勝機は十分にある戦いなんで。策のある者がいるようです。まあ、無理はしない戦いですね。策のある者がいるようです。これを見る限り敵は、左右の陣に展開してくる感じだな。願ったり叶ったり。この策で勝てるはずだぜ。始めるぜ。ゲチよ、お覚悟願います。ご命令を。始めましょうか。ゲチよ、お覚悟願います。鉄砲隊による聖者で
敵を撃破しているという戦いですね。よし、こっからだぞ戦いは。我が策、これに鉄砲撃つのだ。ゲチオ、始めましょうか。覚悟してもらおう。始めるぜ。お命令ください。始めよ、ゲチオ。覚悟しておけ。鉄砲撃て。その首、この手でいただくと。横槍を入れろ。放て。さあ、ここからだぞ。まずは六角、これに鉄砲撃つのだ。畠山は死守。覚悟しろ、ゲチオ。始めましょうか。この策で勝てるはずだぜ。早掛けでとどめを刺す。光秀は新しいところへ出て、ご命令ください。鉄砲を打ちかける。ちょっと鉄砲がうまく生きてこないかな。悪いが、その首もらっていくぜ。撃て。ゲチオ、陣が崩されるのは避けたいんで、3つある陣の最低でも1つは絶対に守らなきゃいけないですからね。配送している。いいぞ稲葉隊。放て。よし、陣を建材、ここで決めたいね。まず意識隊は陣の防衛に回りましょう。我が策、ご覧くださる。鉄砲をさらに打ちかける。壊滅まではちょっと難しいかな。で、斉藤利光隊前に出したいけど、ちょっと無理だな。手を打ちましょう。この策で勝てるはずだぜ。足止めをして、足止めの必要性あるかってちょっとクエスチョンだけど、まあしょうがないな。負け地帯、秀光隊だね。さらに鉄砲を撃つ。撃つのだ。もう一部隊改装させれば総崩れに持ち込めそうな感じもしますけどね。ギャッハ、逆にこっちが先に改装したか。磯の隊、まあ足止めしかないもんな。で、秀光は鉄砲でしょ。で、三井でも今回鉄砲が撃てるんで、鉄砲撃つと。これ自動戦車にしてほしいよな、本当に。それだけでだいぶ変わると思うんだけど、敵味方の。さあ、もう改装は勘弁してくれ。戦線に復帰してきやがる。我が鉄砲戦術、ご覧に入れよう。撃つのだ。まあ一旦陣付近で回復させるしかないかな。ご命令ください。
たちのめせ。ゲチよ、覚悟せよ。一旦その体も下げて回復に励もう。さあ行こうぜ。始めよう。これが我が策にございます。三井の鉄砲の射程長いね。やっぱ始めましょうか。この手でいただくとしよう。やりたい。回想したか。まあただ戻っては来れる。やりたい。前へ。しかも誰が回想？くそ、磯の台が回想か。手を打ちましょう。どうするかな。ちょっと鉄砲の射程にもう1、2部隊ぐらい入れたいんだけどな。始めましょうか。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。この策で敵の裏をかきましょう。撃て。何、大谷大が来たか。大谷隊も強いからね。やりたい。前。雨か。まあ、ここは一旦現状維持かな。大谷隊。手を打ちましょう。利光のところに突っ込んでくる勝家は撃破できるはずだ。戦はこれからよ。放て。放て。雨さえやめば再びこちらに勝機が出てくるはずだ。下がる。我が策にございます。下がりつつ正射の機会を伺う。お覚悟願います。命を。始めよう。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。突破されないことが重要ですからね。ここは。知れましたか。やりたい、前へ。やりたい、前へ。ご命令をお覚悟願います。ゲチュ、始めよう。この策で勝てるはずだぜ。勝家が戻ってったか。一撃全てをかける。敵の居所知れました。放て。油断大敵だぜ。今が好機。よし、放て。まあ、ここは陣があるこちらが、まあ、派手な戦いにはならなかったですが確実に勝利できましたね。勝たねば生きる道はなし。それが乱世で若さをダッシュしちゃいましょう。ほり光晴か。不破光晴処刑する。無念だ。勝家もまだまだどう動いてくるかわからないですからね。さあ戦だ。どこを目指してくる。鈴木と秀吉、もちろん鈴木につく。総合と長宗我部、もちろん長宗我部につく。織田家からか。無条件でありえないな。拒否。
まずは、鈴木の支援に当たってあげる必要があるので、鈴木のために兵を出しましょう。ちょっとさ、ひどいもんがあるようなこいつらのさ、提案内容。もうちょっとまともなこと言ってこいやって言いたいけど。ひどいものがあるな、これにて表情を得る。牧畜支援、鉱山開発、困ったね。まあ先々のことを考えれば試作力アップ、これに尽きるでしょう。牧畜支援も入れとこう。で、我々としては鈴木の支援に当たりたいんですが、鈴木の支援に当たるためには、一旦そうだな、この三木城、あるいは姫路城、この辺りに兵を出してあげる必要があるな。急いで後瀬山をダッシュして兵を取りましょう。浮田と毛利の戦いはもちろん毛利につく。で、後瀬山は取ったでしょ。後瀬山を取ったので、まあ後瀬山、ここを拠点に対柴田の最前線を構築して、三木城、あとは姫路城、この辺りで、一旦橋場家、ここに圧力をかけていきましょうか。というわけで、じゃあね、長くなりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回は、まあ今お話したように、三木城、姫路城あたりに兵を出して、鈴木家を側面支援という形でいきましょう。で、長宗我部と蘇郷家、ここはもう勝手にやっといてくれという話ですね。で、岐阜の織田家に関して言うと、この先岐阜の織田家を攻めるとなるとかなり骨が折れるので、岐阜の織田家とはもうこのまま放置プレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。